さん、コミュニケーションタイムはどうでしたか？どうでしたか？最高、最高という声が聞こえてきましたけど、どうでしたか皆さん、コミュニケーションタイム楽しみましたか？ああ、よかったです。なぜか一眼レフで僕を狙ってる人がいるんで、一応ちゃんとそれ写真にしてよ。約束だよ、ちょっと本当に。ちょいちょい僕の写真撮ってる人いますけど、これ見返すの。インスタとかちゃんと上げてよ。もう上げてくれたんですか？最初に上げた。あ、本当ですか？インスタ上げてよ。全然待ち受けとかにもしてよ。全然、ま、なんかアントニー待ち受けにしたら幸せになれるよみたいな噂流してありがとうございます、ありがとうございます。はい、でもね、こっからはもう本当にメインですよ。もう後ろに残ってる人はいないですね。どんどん戻ってきてください。本当に今日のイベントの本当にスーパーメインでございます。はい、皆さんお待ちかねの京極龍さんの、はい、ヘアショーになりますからね。はい、もう今日これを見に来たという人も結構いらっしゃるんじゃないですかね。え、いやー、来ますよ、来ますよ。はい、僕もね、こういうヘアショー見たことちゃんとないんでね、今日楽しみにしてますよ。はい、じゃあもう早速参りましょうか。はい、皆さんご存知、京極さんのカリスマ美容師のヘアショーのスタートでございます。最後までお楽しみください。どうぞ。Thank you.
Oh, oh.